高校生の時なんですけど、ぶっちゃけの話からいきますと、私の父親は理系でエンジニアだったんで、小さい頃から 理系の話とか数学とか物理とか自然科学のずっと教育を受けてきたんですけど、高校に行って数学の授業が 難しいというより、なんか興味が持てなくなりまして、その辺で理系科目が全然高校でもわからないっていうよりも、やらなかった、勉強しなくなっちゃいまして、なんか好きな音楽活動とかいろいろやってたんですけど、勉強あんまりしなくなっちゃってたんですね。で、学校の成績もあんまり良くなくて、いろいろ本は読んでたんですね、高校生の頃に。で、なんか思想系とか哲学系とか小説とか文学とかすごい興味があったんですけど、しかしこれは面白いけど、飯の種にはどう見てもならないではないかっていうのは高校生ながらに分かりまして、そうするとやっぱり実践的で興味が持てるものは何なのかなっていうのを考えてたんですけど、その時にその重原喜重郎という総理大臣を経験したものの人生を扱った5、600ページぐらいのすごいハードカバーの分厚い本を読んだんですね。それが日本国憲法を作った男っていう、憲法を作る過程とかがいろいろ書かれていて、内容忘れちゃいましたけど、文章で書かれたものがその世の中では力を持っていて、条文っていうのは文章なので、文章で国が統治されていて、で裁判になれば死刑判決もあるわけですけど、その刑法という条文に書かれていた文章が適用されて人の命まで奪うパワーを持ってるっていう、そのことに結構な衝撃というか興味を覚えまして、そのなんか源を知りたいなというのが、法学を学びたいっていう強く思ったきっかけでした。法学というのは本当に大人の学問とも呼ばれるもので、具体的な事例、トラブルとか、紛争とか起きて、それを解決するために使うことができる、そういう学問なんですよね。哲学的な思考とか抽象論に興味がある人にも向いているんですけど、ただそれだけで完結せず、具体的な人間社会に起きた事実にその抽象的なルールを適用して妥当な解決を図る学問でもあるので、抽象論を具体的な事例の中で議論できるっていう面白さがあるかと思います。ですからそういう言葉とか、人間関係とか、あるいは紛争解決とか、そういうことに興味がある人にとっては面白い学問だと思いますし、またそのやりがいという意味でも、弁護士、裁判官、検察官という法曹、その他さまざまな法律を使った仕事ありますので、役にも立つし面白いし、やるべきことは多いですけど、しっかり勉強して専門性を身につけたいという人にとっては面白い学問なんじゃないかなと思います。はい。